それでは次に行列のブロック分けと言われる行列をですね、区分けする方法について説明します。N×M 行列 A がありますと。で、例えばですね、前回やりましたように1行目、2行目、N 行目という感じで大愛行ベクトルを植え付き AI と書きます。 植え付け AI はなんかべき状みたいなのであまり使わないんですけども、この講義ではたまに必要に応じて使うことにします。で、J 列の方ですね、AJ と書くと、こう横にこう列が並んでいると。こういうふうに書くことができると。という話はしました。で、一般にですね、K×L 個の行列 AIJ があって、 その各サイズが ni×mj であるというふうにします。例えば、a11,a12,a1l はすべて n1 行ですので同じ行数です。従ってこれらを横に並べることができます。同様に、例えば a12,a22,ak2 はすべて m2 列ありますので縦に並べることができます。 このようにして、K、K×L この行列が、縦横を、このように並べることができて、いかに、あたかもですね、この largeAij が数であるかのような感じで、行列の形に並べることができます。これは、もちろん、新たな行列になるわけですけれども、サイズはですね、この N1 行、N2 行、NK 行までを全て足したものかける、 m1 列から ml 列までですね、を足したもの列の列数を持つ行列ということになります。このような行列を、まあ、ブロック分けというんですけども、例えばこの a というのがあったらですね、例えばこういうブロック分けもありますし、あるいはこういうブロック分けもありますし、いろんなブロック分けがあります。で一例として、ここではですね、ここの部分、 と、それから、ここの部分と、ここの部分ということで、まあ、このようにですね、えぇ、large A11 をこれと、large A12 をこれと、large A21 をこれというふうな感じで、large A222 を34というふうな感じで、やると、こういうふうにブロック分けすることができるわけですね。 そうすると、まあ、ブロック分けすることによってですね、えー、行列のこれから後から出てきます、積とか、そういう演算がですね、えー、こう、あたかも行列が、の、このブロックがですね、えー、数であるかのような形、計算法則を満たすということをですね、まあ、見ていくわけですね。はい。それでは、ここでまあ、簡単な例題をやっておきましょう。えー、8×11 行列 A, <laughs> A イコール AIJ をこのようにブロック分けした。 A11 は、これは 3×4 行列で、A32、32個ですね。こいつは 2×5 行列ですと。A23、A23、これのサイズは何ですかと。こういうわけですね。全体として 8×11 ですから、はい、どうなるでしょうちょっと考えてみてください。はい、よろしいですね。えー、1行目というか、まあ、このブロックの1行目は3行あるわけですね。 でブロックの3行目2行ありますから、全部で8行ということは、3行あるわけですね。したがって、この辺が、まあ、選択肢ですね。これは消えるわけですね。そして、今度は列数ですけども、1列目が4列、2列目が5列。まあ、ちょっと言い方が変ですけども、1列目が4列分あって、2列目のブロック、えー、行列ブロックが5列分ありますから、9列あるわけですね。したがって、最後のこの部分っていうのは、3列目っていうのは2列ありますから、3×2 と。 ということになって、これが正解ということになります。